半世紀生きた、もう働きたくない。ピレーンです。ダンス。今日は7月1日。はい、1年の後半始まりました。午前11時です。それでは今日も1日よろしくお願いします。昼ご飯は弥生軒で焼き魚定食でした。コンビニ弁当ばっかしだとね、たまにああいう魚を食べたくなるんですよね。体が求めてくるというか。今日、1日の支出は3904円です。はい、お昼ご飯が780円、そしてスーパーで買い物が3124円です。はい、今日スーパーの買い物、マカロニサラダの材料とか、おやつをちょっと結構たくさん買ったんで、ちょっと3000円ぐらいきましたけど、あとコンビニで540円ほど買い物したんですけど、それはペイペイのチャージ分から払ってます。チャージは先月23かなに1万円ほどチャージして、そこから引いてます。今日は7月2日午前10時40分です。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。ということで朝飯いただきます。今日はこの菓子パンとバナナです。いただきます。劇場版ガルパンを見に行った時に、その入場庫で、なんちゅうの、映画特典、初回特典みたいな配ってたので、これ開封したいと思います。あ、これは公開してからすぐ行ったから、公開1周目のその色紙になるのかな。なんか毎週違う色紙を配ってたらしいんで、特典を。ちょっと、曖昧なんですけど。じゃあ、ちょっと開封します。裏のこれを開けて、で、こっちが表なんかな。こう、じゃあ、いきます。はい。なんだ？
これ、映画で出てきた学校ですね。なんだっけ、BC 学園だっけ。こっちがエスカレーター式の人と、こっちがなんか受験組みたいな、途中で入ってきた人なんですかね。はい。ここ免税店なんだよ。めっちゃ観光客多い。だからエデン大阪 D 行きますよ。今日は西成 YouTuber のイカコさんのバーテンのバーですよ。バーテンのバーテン。すごいな、このチーズの。いつも炭水化物取りすぎとか野菜食えとかコメントいただいてる方ありがとうございます。ではいただきます。熱い熱すぎんねんけど。あほあほ熱い。それ何ワットなん。めっちゃ熱いで。でも自動でやりますよ。そうなん、めっちゃ伸びますね。これから京都帰ります。今日も初めてあのチーズピザを食べたんですけど、やっぱピザはねチーズだけよりもいろんな具材乗っててほしいですよね。まあなんやかんや2枚食べましたけど、今日2日の支出なんですが、コンビニで一応買い物が440円ほどで、今日エデン大阪 D という、道頓堀、うん、南にある大阪南にある、お店に飲みに行って、お金使ったんですけど、そこでもPayPay で支払いしたいので、コンビニと、そのなんかしんどい。酒飲んでしんどいな。コンビニの支払いとで夜飲みに行ったエデン大阪 D というお店の支払い、これ両方とも PayPay のチャージ分から払ってます。 PayPay のチャージは6月先月に1万円ほどチャージしとるんで、そっから引いてます。残高は873万7955円です。動画ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ピロヤンでした。